交差点のね、一番最前列に止まっている状態で、左側の信号ですね。もう全く見えないですね。はい、レンドロボです。はい、今日はですね、こちらですね、ドライブレコーダーですね、こちらをお伝えしたいと思います。で今回ね、商品提供いただいたバントップさんというメーカーさんなんですけども、以前私こちらのメーカーさんの商品レビューを一回させていただきました。で、印象的に残っているのは、設定の項目がすごく細かいね、設定ができるっていう印象がすごく残っているメーカーさんなんですけども、今回に関してはですね、かなりワイド画面になって 4K 映像となってますので、かなり進化した商品となっております。今回こちらの商品をね、取り付けして、まあ、メインはですね、お昼の映像と夜の映像をお伝えしたいと思います。取り付けに関してはもうドライブレコーダーね、当チャンネル何回もやってますので、下の説明欄に取り付けの方法ですね、こちらの方リンク貼っておきますので、そちらを参照してください。でこのミラー本体自体はですね、純正ミラーにね、かぶせてゴムバンドで留めるタイプなので、これ誰でも取り付けできます。ミラーにかぶしていただいてゴムバンドをパチンと留めるだけなんで、簡単なんで、あとはね、配線に関しては説明欄のリンクをね、貼っておきますので、そちらの方を見てね、取り付けしてください。で、お昼の映像と夜の映像をね、メインに見ていきますけども、まあ、ちょっと簡単なね、設定画面を見ていきたいと思います。では実際見ていきましょう。はい、それではですね、内容物を確認していきたいと思うんですけども、まずミラー本体ですね、こちらの方ね。こちらはね、一応 GPS もね、取り付けできるということで、今回ね、GPS もね、付属している商品になりますので、かなりお得だと思います。で、GPS アンテナと本体、で、説明書ですね。で、こちらのゴムバンドですね、こちらのゴムバンドで、ミラーの後ろにね、こういう風に抱き合わせるような感じで、純正ミラーに被せていただければ OK です。これが、2本と、あと予備に2本入ってます。あとこれリアカメラですね。リアカメラと、ここはもう延長ケーブルもね、ついてますけども、延長ケーブルということですね。で、今回電源に関しては、シガーソケットに差し込むだけのタイプとなってますので、本当にね、初心者の方には簡単に取り付けできるね、商品ですんで、これをね、実際に今から取り付けして、で、実際のね、映像を見ていきましょう。はい、それではですね、取り付け完了したんですけども、簡単なね、設定だけちょっと見てみたいと思います。で、まず画面はですね、タッチパネルになってますので、今、リアの画面ですね、リアの画面映ってます。ね、結構ね、サイドに160度ですかね、160度の画角がありますので、かなり広範囲に映っております。で、リアのね、カメラに関してもそうなんですけども、まず画面の右側ですね、上下してもらうと、明るさ調整ですね、これができます。で、右の方が明るさ、で、左の方ですね、は、カメラのね、上下の操作がこちらでできますので、ある程度リアの方でね、カメラ調整してもらって、微調整はねこちらの方でできますので、まあ、あのリアのカメラの取り付けに関してはそんなにシビアにならなくてもいいかなと思います。で、フロントカメラとの切り替えはですね、画面に対してね、左にスライドしてもらうとこういう風に2画面になってね、もう1回やるとフロント画面になります。で、実際ね、設定画面がねあるので、これをちょっと見ていきたいんですけども、設定の項目がですね、こちら、録画を一回消してもらってから設定ですかね。で、これだけのね、メニューがたくさん用意されてます。で、これは以前ね、同じ、これ、見覚えのある私、メーカーなんですけど、バントップさんのね、一番いいところは、細かい設定ができるということなんですけども、これ全部ね、紹介してると、とてもじゃないけど、時間が足りなくなりますので、簡単にね、説明すると、まず解像度ですね、4K ね、フロント 4K、リア 1080p なんですけども、あえてこれをね、これ 2K にもできるみたいなんで、まあバランスよくね、映像を撮りたい場合には、これがね、今 2K 出てますけども、こういった撮り方もできます。で、もう一回押してもらうと、こちらがね、4K と 1080p ですね。この2択ですね。まあフロント重視するのか、リア重視するのかっていう感じ、まあ フロント重視か、バランスよく撮るかっていうことですよね。まあ、2K もしくは 4K 1080p どちらかですね。そういった設定ができるということですね。で、あと、ありがちなのは LED 信号の点滅ですね。これがね、結構懸念されるんですけども、周波数設定もね、こちら、西日本、東日本のね、50、60Hz の、変換ができますので、これ、点滅する場合は、Hz を変更してもらうことによって、LED 信号の点滅がなくなりますので、これはね、この機能はね、結構、何かあった時にね、役立ちます。で、あとは、駐車モードとかね、ドライブモード。まあ、要は衝撃センサーとかですね、そういった駐車中のモードであったりとか、もうほんと今、必要なものは全て入ってますので、これはね、まあ、ちょっと
セーフティーセンスのついてる車に関してはどうしてもね、フロントのカメラですね、ここにね、映り込みが出てしまうっていうことだけをね、把握した上で購入していただきたいと思います。まあ私ならば、フロントにドライブレコーダーがついている場合、リアのドライブレコーダーが欲しいな、プラスインナーミラーであって欲しいなっていう場合は、これ買ってもいいかなと思います。値段的にもそんなに高くないので。で、GPS がついてますので、ここに速度表示ですね。ちょっと見にくいんですけども、速度表示と時間はもう常に正確に表示されますので、時間の設定のズレとか、そんなのも絶対ありませんので、まあ、GPS 内蔵でこの値段はね、まあお買い得かなと思いますね。ではね、実際に、お昼の映像と夜の映像をね、見ていきたいと思います。はい、それではですね、昼間のレビューをしていきたいと思います。まずですね、私の今喋ってる声はですね、ドライブレコーダーに録音された音声となりますので、まあ編集の時にどういった声、こう風に聞こえるかわからないですけども、まあこれがね、実際の録音された声だと思っていただければいいかなと思います。で現在ですね、片側3車線の道路ですね、全部で6車線、広い道路に出ておりますけども、まあ、リアカメラ見てもらうとですね、全ての車線が映ってますので、160度という広角のレンズ使用されてますんでね、かなり、視野の確保はできるかなと思います。で前の車と後ろの車のナンバープレートの確認も簡単にできますので、さすがにね、4K1080p というね、高画質なカメラかと思います。ただここからですね、フロントカメラ、皆さんも気づいていると思うんですけども、左上にですね、こういったセーフティーセンスのカバーの死角ができてしまうっていうことが、これが想定外でしたね。ちょっとミラーの方についてるカメラなんで、これ以上ね、一応結構左には振ってるんですけども、左じゃないですね、右ですね、右の方に振ってるんですけども、それでもこんだけ映ってしまうってことは、まあ交差点の先頭に信号待ちした時ですね、ちょうどこの部分にですね、反対側の信号が映るんですけども、このカバーがあることによってそこがね、録画できないというデメリットが発覚しました。で、まあすでにね、フロントにドライブレコーダーを取り付けされている方で、リアのドライブレコーダーを検討してて、なおかつね、ミラー型、まあ、あのインナーミラー的なものが欲しいなっていう方に関してはこれはおすすめです。ただ前後同時録画を希望されている方に関しては、トヨタの、ね、セーフティーセンス取り付け者には不向きであることはね、あえてもここはね、言っておきます。で、まあ、画質に関してはね、見ての通りなんで、もう本当に申し分ないのでね、あとはもう皆さんの判断でね、考えていただければいいかなと思います。では次ですね、夜の映像ですね。夜はフロントの映像がですね、自分のヘッドライトで前の車が、まあ今夜だとするとですね、こうやって近づいていくとヘッドライトがナンバープレートを照った時にね、白飛びといってナンバープレートが真っ白に映ってしまって、ナンバーが読み取れないということが結構あるんですけども、まあフロント 4K ということなんでその心配もないと思いますけどね、では次はですね、夜の映像を見てみましょう。はい、それではですね、夜の映像を見てみたいと思います。夜の、ね、比較としてはやっぱりこう 4K と 1080p のその光のにじみ方であったりとか、まあ、そういう光の問題ですね。であと前車ですね、ヘッドライトを当てた時に前の車のナンバープレートが白飛びするかしないかっていうところをね、見てみたいと思います。で今比較的ね、街灯の多いところを走ってるんですけども、まあ、ちょっと 1080p と 4K の違いっていうのは微妙に変わらないかなっていう感じなんですね。昼間はね、差は感じたんですけども、夜はさほどね、大きな大差はないかなと思いますね。ただちょっとフロント 4K の方が色の鮮明度、ね、明暗っていうのがはっきり分かれているかなっていうのは、ちょっと感覚的には分かるんですけども、ではですね、今回の課題ですね、白飛びね、ちょうど前に車いますのでやってみたいと思います。前の車ですね、ナンバープレートがヘッドライト当たってますけど、今のところ番号は確認できますね。はい、もうちょっと近づいてみましょうか。はい、はい、問題なくね、ナンバープレートの番号は読み取れますね。まあ、あの白飛びに関してはね、4K とかなってくるとそこまで心配する必要ないかなっていうのはね、自分の経験上あります。で、WDR っていう機能ですね、そういった白飛びを補正する機能が今回ついてはないんですけども、まあ 4K であるからこそつけてないのかわからないですけども、白飛びに関しての心配はないですね。で、あと、ネオン関係ですね。ネオン関係も、フロントとリアに関してはやっぱり 4K の方がにじみが少なく感じて、
で、今、あれですね、フロントのカメラ、上に矢印ですね、車両のね、直進、右折とかっていう色ですね、がすごく鮮明に映ってますね。で、後ろにですね、自行式ナンバーの車の番号もね、はっきり見えますので、まあ、自行式だから余計見やすいんですよね。特にリアに関しては何も問題ないですね。まあ、こんな感じでですね、夜間の映像に関しても、特に問題も感じませんし、やっぱり問題はね、このフロントのね、セーフティーセンスのカバーの問題ですよね。ここさえクリアできたらね、アルベルでもおすすめはできるんですけども、まあ、あのフロントにすでにね、ドライブレコーダーつけてる方で、で、リアのドライブレコーダー、なおかつインナーミラーをちょっと検討されてる方にはおすすめな一品です。はい、ということでですね、今回ね、バントップさん提供いただきました 4K のドライブレコーダーなんですけども、まあ私の車両ですね、30K、アルファードベルファイアに関してはセーフティーセンスというね、カメラのついているところが、まあ、大きなカバーがついているんですけども、そのカバーの映り込みが結構大きかったっていうことで、まあ、フロントのドライブレコーダーとしてはね、ちょっと使いにくいかなと思いました。ただリアに関してはすごく解像度も高くて、画角もね160度ですかね、かなり広いので、インナーミラーとしてね、リアのドライブレコーダーとインナーミラーとしてはかなり使い勝手のいい、ドライブレコーダーと感じました。で、これからですね、この動画を見ていただいて、自分の車がそのミラーの後ろに大きな障害物がない場合に関しては、ミラーの右側にですね、まあ、運転席目線でカメラがついてますので、まあ、日本仕様といえば日本仕様でね、作られているものなんで、商品としてはね、インナーミラーであり、ね、前後同時録画であり、これがね、2万円を切っている状態。で、さらにですね、先ほど商品のね、ページを見たところ、クーポンの方発行されてましたので、1万7000円ちょっとぐらいですかね、まあ、2万円しない状態でこの商品が手に入るっていうのはかなりお買い得かなと思いますので、まあ、気になる方はね、説明欄にリンク貼っておきましたので、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、今回の動画ですね、参考となったと思われた方は高評価お願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、当チャンネルはですね、メンバーシップ制度を導入しております。メンバーになるとメンバー限定の動画、メンバー限定のライブですね、こちらの配信をしております。また初心者の方ですね、車の質問どこにしていいかわからない方たくさんいらっしゃると思いますので、メンバーシップに入っていただくと LINE グループへのご招待をしております。 LINE グループに入っていただくとそういった車の質問どんどん投げかけていただければ、皆さんがね回答してくれますので、ぜひね初心者の方メンバーシップ登録の方お待ちしますので、よろしくお願いいたします。で、また動画配信の際、ライブ配信の際はですね、Twitter を通じて皆さんに、お知らせしてますので、 Twitter アカウントをお持ちの方はぜひ私のフォローよろしくお願いいたします。はい、こちらの動画はですね、最新の動画となっております。こちらの動画、おすすめの動画となっております。この後もご視聴よろしくお願いいたします。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。